最近、ロサンゼルスタイムズ紙は、ロバーズ監督を批判するファンからの多くの手紙を受け取ったと発表しました。ほとんどの手紙は、ロバーズ監督の人材の使い方を批判する内容です。ドジャースの制約は、監督のロバーズ自身に起因していると、彼らは考えています。特に、これらの手紙の送り主は、ロバーズが最近の試合で、ラミレスを使う方法に疑問を抱いています。以下はある手紙の抜粋です。 ラミレスが登板することは、ドジャースのファンにとって悪夢になっているかもしれない。ロバーツ監督の投手陣への非合理的なアプローチは、チームの勝利を奪い続けている。ロバーツはラミレスを好んでいるので、不合理に多くの登板機会を与えているのかもしれない。その証拠に、彼はラミレスを励ますために、グラウンドで抱きしめたことがある。ラミレスが最初の登板で成功した時、ロバーツは満足して、彼が調子を崩しても続けて使い続けた。 彼の試合を見るのは、苛立たしいが、実際には、ロバース監督も、ドジャースもリリーフ投手の補強を優先していないことが明らかだ。ラミレスを DFA にする決定は遅すぎた。パクストンを DFA にする代わりに、ラミレスを先に外すべきだった。この手紙の送り主は、最近のドジャース対タイガース、レッドソックス、ジャイアンツの試合を例に挙げて、ラミレスの弱さと、ロバース監督の誤った使い方を明らかにしました。 具体的に言うと、7月25日のジャイアンツ戦で、ラミレスは非常に悪いパフォーマンスを見せた。ラミレスは、8回に1対2で負けている状況で登板した。最初から彼はチャップマンに死球を与えた。その後、彼はさらにヒットと死球を許し、無視満塁の状況を作り出した。相手のフィッツジェラルドと、ベイリーは、このチャンスを逃さず、右前方への決定的な打撃を放ち、ラミレスは、ピンチの中で降板した。 彼の後を引き継いだケリーも状況を改善できず、さらに得点を許し、ラミレスの自責点は5になった。この連続した失敗は、彼をドジャースの弱点とし、特に各試合がプレーオフ進出に大きな影響を与える可能性がある中で、彼の存在が問題となった。誰もがラミレスは緊張した試合で使われるべき投手ではないと考えている。チームが1点差で負けている状況で、逆転のチャンスはまだあったが、ラミレスが相手に多くの得点を許し、選手たちの士気を下げてしまった。 パフォーマンスが良くないのに、なぜ彼が引き続き起用されるのかは理解に苦しむ。ラミレスはボールのコントロールに非常に弱いことを示している。チームは1対2で負けていたが、交代後に彼は相手に支球を与えることで自滅した。これはケリーにとって不公平だ。ロバーズ監督の決定は本当に疑わしい。解説者の武田はボールをコントロールできない投手は救援役をうまくこなせないと言っていた。彼らが相手に死球を連発するなら確実にチームは負ける。 選手の補強は必要だが、ブルペンの見直しも必要だ。パクストンを DFA する代わりに、ラミレスを先に外すべきだった。彼は精神的に弱く、相手に死球を与えることが多く、ストライクを投げようとすると打たれる。パクストンは DFA されても、現在のラミレスよりも、ボールをコントロールする能力がある。ラミレスは、決まった試合の処理にのみ使用されるべきだ。 なぜロバーツ監督は1点差の緊張した試合でボールをコントロールできず守備力が低く精神的に弱いラミレスを使うのかもしケリーが最初から使われていたら結果はここまでひどくなかっただろうロバーツは常に左投手を左打者に右投手を右打者に対して起用したとえ投げている投手が良い状態でも投手を交代させるこれにより多くのファンは苛立ち特にラミレスが何度も失敗しているにもかかわらず 彼を使い続けることに対して不満を抱いている。最近、ロバーツはラミレスを抱きしめて励ましたが、それでも効果はなかった。ラミレスの精神は弱く、ストライクを投げることができず、相手に死球を与える。ラミレスは相手に死球を与えるたびにベンチを見つめる。彼は0勝6敗という成績以上に多くの試合で敗北に関与している。ラミレスが登板すると、私はすでに敗北を覚悟している。 ドジャースは先発投手の強化が必要と言われているが、不安定なブルペンとクローザーでは、良い先発投手を追加しても、勝利を確実にすることはできない。おそらく必要なのは中継ぎ投手の補強だ。試合を見ている人たちは、ラミレスの責任だけでなく、監督の戦略にも問題があることがわかる。ラミレスが最初の登板で成功した時、ロバーツは満足して、彼が調子を崩しても続けて使い続けた。最初からケリーを使うための投手が十分にいたなら、 最初からそうすべきだった。現在のラミレスの状況は、単なる判断力の欠如だけではない。彼の試合を見るのは、苛立たしいが、実際には、ドジャースがリリーフ投手の補強を優先していないことが明らかだ。2位のパドレスとの、7.5ゲーム差は、彼らが地区優勝をほぼ確実にしているが、プレイオフで進むためには、良い先発投手が必要だ。彼らは、少なくとも6回、または7回まで投げることができる、4人の投手が必要だ。現在、復帰後に潜在能力があるのは、 カーショーと山本だけだが、彼らのパフォーマンスはまだ不明だ。グラスノーは唯一信頼できる投手だが、それだけでは不十分だ。ラミレスはメジャーリーグの投手のレベルに達していない。彼の技術はアマチュア野球のレベルに過ぎない。メジャーリーグの投手がいつでもストライクを投げられるのに対して、ラミレスはストライクを投げることができず、彼の投球割合は悪化している。最終的に、彼は中央に弱い球を投げざるを得なくなり、撃たれてしまう。 要するに、彼はプロのレベルに達していない。レッドソックスとの第2戦で、ロバーツ監督は、ラミレスを使用することに固執していたかもしれない。ミラーが即座にマイナーリーグに降格された一方で、ラミレスは多くの失点をしても信頼され続けた。その日は、新人のウロブロスキーに誤回を投げさせて、勝利を託す代わりに、ロバーツは不可解にもラミレスに交代させた。 最後に、7月15日のタイガース戦で、ラミレスは9回に重大なミスを犯し、ドジャースの3-4の敗北に大きく貢献した。ラミレスは8回に登板し、この回を無失点に抑えた。しかし、9回は彼にとって悪夢となった。タイガースのマッキンストリーが3塁打を放ち、その後、マロイが中前打で同点に追いついた。ラミレスはバブのギダをうまく処理できず、無視1-2塁のピンチを招いた。続いて、タイガースのペレスもギダを行った。 ラミレスは三塁でアウトを狙ってボールを投げたが、悪送球となった。結果、ドジャースはリードを守れず、9回に逆転されて、3対4で敗れ、一つもアウトを取ることができなかった。実際、ラミレスは精神的に弱く、二軍レベルの投手に過ぎない。たった一イニングで、ラミレスの怒りは頂点に達し、彼の精神は非常に弱いことを示している。彼は緊迫した状況での救援には向いていない。9回に彼を起用したのは、首脳陣のミスだ。 彼は救出は良いが、コントロールとメンタルは、中程度かそれ以下だ。特に、感情のコントロールに難があり、緊迫した状況では、自滅する確率が高くなる。彼はプレッシャーのない中盤で起用し、メンタルを鍛えるべきだ。打てないことや、エラーは仕方がない。最も疑問なのは、タイガース戦で、なぜロバーツ監督が、ブエラー、フィリップス、ハドソンなどの投手を起用しなかったのかということだ。代わりに、エアブロー、ピーターソン、ラミレスを選んだ。 さらに、ロバーズ監督が経験のない緊張した状況で、8回、9回にラミレスを使うのは理解に苦しむ。要するに、タイガースとの2連戦で、ラミレスを使い、逆転負けを期したのは、ロバーズ監督の指示のせいだ。明らかに、ロバーズの投手の使い方が、議論の的となっている。主力投手が、怪我で退場して以来、ロバーズの弱点が明らかになった。特に、ラミレスを頻繁に登板させることは、根拠のない決定であり、常に疑問視される。 このチームにまず必要なのは選手ではなくロバース監督の指導戦略を見直すことだ。ラミレスが DFA になったのは幸いだ。しかし実際にはファンはロバース監督からの納得のいく回答を期待している。彼がなぜラミレスを救援投手として使い続けたのか監督は説明すべきだ。彼は多くの試合で敗北している。ロバース監督は世論を安心させるために答えを出すべき時が来た。 ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。